どうもクラゲです。ということで今回なんですけども、ヤクルトスワローズのもう伝説のピッチャー金田投手を使ってリアタイの方やっていきたいと思います。もうこの金田さんといえばね、現役20年間で積み上げた成績、日本記録として今も破られてないということで、もう数々の伝説の数字を残したピッチャーなんですよ。でその中に400勝365完投4490奪三振はもう2位以下を大きく引き離しての記録ということで、もう今後この記録は抜かれないんじゃないかと言われてるぐらい異次元の成績を持ってるピッチャーとなっております。もう400勝365完投って人間でしょうか。とんでもない記録なんですけど、これ今回が2回目の実装ということで、その金田投手リアタイでもね十分強いんで、しっかり解説しながら見ていこうかなと思います。それでは能力の方を見ていきましょう。こちらですね、その剛腕をね表すかのような球威86、スタミナ86、もうこれ文句はないんですけど、文句はない中でスタミナもうこれ89でいいんじゃないかと思っちゃうぐらいですよね。365完投って、制球も76でギリね称号でも A 届かない能力となっております。で球種が、ドロップカーブ2種なんですよね。トーストレートのみ、まるでね外小場さんをイメージするかのような、能力なんですけど、外小場さんよりは絶望感ないんですよ。ただ、それでも球速の158キロっていうのと、ドロップカーブの変化量マックスっていうので、超高速でもなんならランク戦でもね結構刺さってくれるピッチャーにはなってます。リアル軌道とかね強そうっすね。あんまり使ってるの見たことないけど、で特能が超高速球奪三振回キレというようになってて、こちらもね全部付けさせていただきました。そのね初めて実装された時の金田さんも僕持ってて、その時はね特能だけマックスにしてて、特訓がねなぜか全然進めてなかったんですよ。でその金田さんを今回継承して、突撃がついたっていうことで、前回使ってた金田さんよりランク戦なんかぶっ刺さるんじゃないかなと思うんで、非常に楽しみなところではありますね。打順の方なんですけど、先日動画にしました野村健次郎さんを12球団の方で1番に置いてみました。で2番にはチーター大谷さんと、3番はマルテっていうね、この打順でやっていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。対戦、はい、金田さんの、ランク戦でもそれなりに強いんじゃないかって言われてるというか、僕が思う理由が、やっぱなんといってもこのストレートが速い。ランク戦だとやっぱ速球ピッチャーが刺さるっていうように言われてるんですが、この速球もね生きてくる。さらには変化球がねランク戦ちょっと遅いとは言っても、この変化量ですから、振っちゃうよねと、初見ピッチャーやったらねなおさら多分手出ちゃうしバリ削るやん。相手のギータはシリーズ2とはいえ、これ極みにして使いたかったな。ちょっと極みにできないのがね本当に申し訳ないんやけど、これもちょっと打ち損ねてるね。オッケーオッケー。うまくね3球種しかないので絞られないようにちょっとね多少の間合いとか使いつつ、はい、であとボール球ギリギリのところね使いつつ攻めていけたらなと思うんだが、これはいい感じで捉えてきてるけど、多分ちっちゃい方針やなこの人。一回外しとくか無難に。はい、あはははは、ガチでこれおもろい。いやー、そんな大差高くなかったら多分無双すると思います。で12球団バージョンの野村健丈さん、12球団で十分ねやれるんで、これ引っ張り警戒してきたから三塁線抜こうか。いやほんとなんかアベレージヒッターって感じやな。もうザ1番って感じ。ホームランこそそんなポンポンね打てるわけではないが、綺麗なクリーンヒットやっぱ連発してくれるな。よし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 。で3番にはマルテよ。使ってみたというねピックアップした動画は、前回出した動画がねもうラストマルテだったんですけど、動画の方ではね使っていきたいと思ってるから、ちょっとの間使うわ。おいマルテいいぞ。なんかライドラらしい。レフトの横にしっかり見てくれた。でここで広角のみ発動。ここアベレージヒッター出なかったんですけど、高弾道自体がそもそも僕割と好きなんで、さらにはね広角ついてるってなると、打てるかなと思いません。はい、撤回します飛ばねー。じゃあ2イニング目のね金田さんやっていきたいと思います。まずねストレートとね、カーブの視点合わせっていうのは大事で、基本ね左バッターだったらこのイン範囲の、攻め方が基本になってくるかなと思いますね。このドロップカーブでかいもん投げてるだけで結構ねカーソル合わせにくいと思うから。で右バッターが結構ねいろいろバリエーションがあって、インコース攻めるのもこうやっていいですし、はい、抑えれる、あ無理か。全然ね外角でもいいんですよ右バッターの場合は。左バッターの場合はねどうやろう、内から外に逃げていくからどっちかというと見やすいんですよね。あんまり外はおすすめせんけど左バッターの、ちょっとカーブ見せすぎたんでストレート一発かましておきましょう。はい、手が出ない。でビッタビタのドロップカーブとかどう、ちっちゃい方の。いや、おほほほ、打たれる気配なかったっすね。間違った、お願いしますじゃないわ。
お、打率4割の方来ましたね。名前が海賊狩りなんでね、ちょっと狩られないように気をつけたいと思います。まあ、4割の方どうやろう、打ってくるかな。ちょっとまずでっかいカーブから様子見で入っていこう。いやー、まあまあまああるあるよねこれ引っ掛けてファーストゴロ。変化球がでかいからね。でその左バッターの外角はやっぱりこう、なんやろ、見やすいんですよね。そう、こうやって綺麗に合わされちゃうじゃないですか。で今の引っ張り警戒やったからハマったけど、左バッターのちょっと外角はあんまりおすすめせんかな。まあ見せ球程度にキワキワを攻めていく程度がいいかもしらん。まあこれキワキワどう、あーこんな感じでね、キワキワを攻めたらいい感じで、まあ外角目付けしてつつ、まあ内角もね攻めていけるっていう配球もできるから、まあ一切使わんっていうのはねさすがにあれやけど、こういう感じで見せていったらいいんじゃないかな。うん、これもあれやな、メルセデスと一緒で、もう今やから強い感あるな。みんな打ち慣れてないというか、打ち慣れてない感すごいな。いや今取った今ワンバンじゃなかった金田さん。だからまあ当たった最初の方はね、こういう感じで使ってみると抑えやすいかもしれないですね。うお、いった、うお野村健次郎さん動画内初ホームラン、きたー。いやー、見せれた見せれた。ピックアップしたね、野村健次郎さんの動画では打てなかったんですが、見た、あのフォローするのね、クイって感じがいいんすよ。あれね、汎用やけどめっちゃね好きな汎用なんすよね。また明日。右バッターの外角ちょっと使っていこう。うん、相手ちょっとプルヒッター出てるしね。右バッターは正直この外角のねドロップカーブを投げとくだけで、で前回ね金田さんが出た時ってあの外角が引っ張っても飛ぶ環境だったんですよ。だからあんまり流行らんかったっていうのもあるかもしらんけど、この現環境外角にさえ投げとけば、キリ流してもなかなかねライトフライ正面っていうパターンもまあねプルヒッター出てるんであるから、それがちょっと前回と、まあ、環境が違って新たに使いやすい点の一つかなと思まるて。いやこれもう引っ掛けてる、捉えきれてないですね。いやー強っ、打ち取り方がもういいもん、なんか、うん、打てなさそうな打ち取り方をしてる。これもファールで稼いで、まあ、1回ねストレートを見せておくと。えっ、はあ、はあ、いや、なんや今の間は、今のエグ、おい2試合連続完封目前やったのに、何今の、盗塁されるし、やばい、危な、うわー完封目前やったのに、これ打たれたくない、やめて。いやー、いいボール、これボール球でストライク入ったらやばい。ああ危ねえ、いや今の勝つよ。うん、いやー最後に打率高い方来てくれましたね、お願いします。いやこれはこの人に金田さん刺さったらどうよ、もう現環境最強認定しちゃっていいですか。いやでもなんか刺さりそうな気するけどな、打ち慣れてないでしょ、5割8分6厘も。うん、まずちょっと援護点を取っていきたいと思います。はい、じゃあちょっとね打撃の方カットしたんですけど、7点寸止めで止めときました、一応。はい、で2失点以内やったら一応コールドが成立なんで、まあ、2失点以内で抑えたい、まあ、できればね3試合連続完封っていうところを目指していきたいんやけど、いやいや行ってこい待った、今までの敵と全然違うわ、やっぱり5割8分6人は。いや危ねえ、わ今のたまたますからね。待った、これはちょっと安易な配球じゃダメ、ただ同じように俺は外角を攻めていく。右バッターは外角安牌でしょ。いや怖い、やっぱ捉え方がちゃいますね、5割8分6人まで来ると。いやさっきの正隆さんのやつも、うん、これもあえて引っ張ってきたんかな。うわコアバース、これねカーブが使えないとなるとストレートしかない、ストレートしか投げる球がないとなると相手もね分かってるんで張ってると思うんですよ。いやーやばいストライク、いやーちゃうってストライクいったか、待って思いっきり外さないか、もっと、いや待った、うまいわこれ。じゃあストレートいきますか、これ張ってそうな気するけど、うわー怖い、でも一球ちょっと見せてしまった、もう投げる球ない、ただもう一回投げていく、見逃せ、いやー手出んよな、カーブがちらついてるはずやね。これ引っ掛けてボール球、ボール球、うわーうまいわ、今のフランのはうまい、これビタビタのボール球、よっしゃストレート強いやっぱ速く感じるんよな、うん、超剛速球もついてるし、あと1人やぞ、ホームラン打たれなければ OK。 一回ここ投げていい、ちょわけわからんストレート、いやそれわけわからんすぎるわ一応ね外角もうまく使っていくか、ちょっとインコース見せすぎたもん、
あーまあ右の方が配球しやすいかも。左ちょっと割と積みますね、これ。右の方がインとか外とか使えて、なんかいろんな配球の幅が広がる。で、こうストレート見せとこう。いや、待った、みんな、これ。ストレートご利用していいかも。たまはんや。